ダムによってせき止められた毒の海に沿って走りながら、オーロラ号のみんなは無言だった。帰れると思っていた。しかし谷の上にぶら下がるダモクレスの剣を見た今、それが見当違いだと理解したのだ。アリョーシャは心配そうにしていた。まだあそこにはオルガがいる。彼女に無線で警告すれば村のみんなも助けられるかもしれないと。これからどうなるんだろう。それはわからないが、何があろうと覚悟はできている。ただ一つだけ心配事があるとすれば、アンナ頼む、無事でいてくれ。君がいなければ生きてる意味も夢も希望もない。だって僕の夢は君に笑っていてほしいってことだから。夏が終わって秋、2035年11月19日。アルチョム、この太平洋の写真を見た時、なぜか知らないけど、いつかここへ行く日が来ると確信したの。川も山も砂漠も違う。それじゃダメなの。海でなきゃ絶対に。必ず行けると思ってたわ。信じてた。きっと行ける。そして助けが必要な時はあなたがいる。また助けてくれるでしょう。アルチョム、お願い。自分を責めるのはやめて。見てるだけで辛くなる。父さんのこともね。これはあなたの夢が引き起こしたことじゃない。父さんの占領軍の夢も関係ない。運命ってだけよ。風に舞う布切れ、朽ちたコンクリート、馬鹿げた弾薬庫。アルチョム、言って彼女に注射して眠らせる。手の施しようがないのかな。話があるんだ。仕事の手を休めてブリッジに来い。もう以前まで行ってた地域なら住めるかもしれなかったんだけど、ダムがもう脆くてダメだって言ってたし、薬も肝心なものが見つからないし。怖いの？怖い？何が？心配いらないよ、ナスティア。君はガスなんて吸ってないんだから。ただの風邪さ、すぐに治るよ。あんなおばちゃんは治るさ。薬が見つかればすぐに良くなる。本当に？誓ってもいい。だから心配ない。分かった、心配しない。ママが言ってた、スパルタンは約束を守るって。その通りさ、ナスティア。本当だ。へえ、あんな死亡エンドとか嫌だよ。オルガ、アリョーシャだ。約束通り連絡した。聞こえてるといいんだから。ダムと貯水池を調べた。警告を出るんだ。できるだけ早くな。遅くとも雨季に入る前には出ろ。ダムはかろうじて持ちこたえているが、決壊したら警告は押し流される。残った者は全員死んでしまう。明日には出発しろ。それでも遅いくらいだ。他の子たちとも話せ。問題を議会の審議にあげるんだ。通ればパイレーツだって従わねばならない。メモを残しておいてくれ。戻った時に世界のどちらの果てに君を追っていけばいいか分かる。もう君にお別れを言わないと。少なくとも明日まではね。俺もある。彼女は聞いてくれたろうか。無線は教会にあるんだ。だからオルガはサタンにだって止められないんだ。くだらないタブーなど何でもない。ミラーはこっちか。容体はどうだ。さあ、知らせがある。あまりいい話じゃない。いい知らせなど長いこと聞いてないからな。驚きはしない。座ってくれ。言ってくれ。こいつはおそらく簡単な話じゃなさそうなんだ。ノボシビルスクのこの衛星画像は単純なミスだと思ってたが、どういうことだ。それは間違いだった。説明によれば、汚染地帯は緑で表示され、紫はエラーを示すということだった。だが今日、小さな注意書きを見つけた。汚染レベルがスキャナーの通常作動範囲を大幅に超えると、それもエラーとして表示される。簡単に言うと、あそこの汚染は規格外かもしれない。今、ノボシビルスクから500キロ離れてるが、外の汚染レベルはモスクワと同じくらい高いんだ。画像は20年前のもので、今の汚染はそこまでひどくないにしろ、それでもノボシビルスクの汚染はほぼ確実に致命的なレベルだ。どうするんだ。私が話そう。アルジョンと私が行く。いいな。一緒に行こう。第一次だ。あの子は私の娘で、こいつの妻だ。私の占領軍への妄想で、あの子をバンカーに行かせてしまった。そして、アルチムの夢。こいつが我々をモスクワから引きずり出した。だから責任は我々二人にある。我々はオーダーです。一丸となって行動すべきです。みんなで行くのが筋だ。話し合うことはない。これはオーダーの任務ではない。アルチムと私の個人的な事情だ。お前たちの助けなどいらん。それに薬のありかは未だ不明だ。市の中心部かもしれないし、アカデム・ゴロドクの研究所かもしれない。だからアンナの命はお前たちの手にかかってる。そして最後に、行き先はどこであれ、もうすぐ冬だ。オーロラ号が雪で動けなくなったらどうするつもりだ。絶対許されません。イエルマークが何と言ってたか思い出させ。国内に巨大な鉄道技術博物館があります。そこには確実にオーロラ号用の除雪板がある。だからお前たちの任務はアカデム・ゴロドクの研究所の捜索とオーロラ号の冬支度だ。いいな。全員任務の準備にかかれ。それから今より外の汚染レベルの常時モニタリングを実施する。すぐに開始しろ。さあ、お前から。了解。C レベルの汚染はむしろ我々にとってはいい知らせだと私は思ってる。もしかしてドラッグストアや病院を漁る者がいないってことですか。うん、その通り。我々が訪れてきた町とは違う。さあ、スーツに関しての進捗報告です。ああ、どんな声だ。完全なものを2着だけ用意することができました。防護スーツか。ほらな、あるちょこと私の分だ。やはり運命なんだ。そういうことだ。はあ、役に立ちそうか。ええ、塵からは身を守ってくれますが、極めて高い放射能に直接さらされるのでなんとも。そうか、改良はできるか。ええ、イエルマークが円盤の在庫を持ってます。ただでさえスーツは重くてかさばるので。ダンスパーティーに行こうっていうんじゃないんだ。それでどれくらいの時間が稼げる。数時間かと十分とは言えないでしょうが。ないよりマシさ。心配いらん。なんとかする。いつだってそうしてきた。車のキャビンに鉛の防護板を追加します。向こうに行ったらできるだけ中にいるようにしてください。ありがとう。では取り掛かってくれ。了解です。上りしノボシビルスクか。次はミラーと行動することになるな、きっと。薬の名前はレナード・エフ。母さんは薬の効果に心底驚いてた。本物のドクターだったのよ、私と違って。もうね、アンナの容体がひどくなる一方だから、ミラーも必死な状態だ。そこで休んでるもんな。ん？なんか置いてある。ああ、海の写真か。うわー、生存させたい。てか絶対そういうルートがあると思うんだけど。アルチョム、この話は一度もしたことがないが聞いてほしい。そう、俺はトカレフの拳銃を持ってた。しくじりようのない銃でしくじったんだ。あれはすごい銃だ。強力でどんなボディーアーマーだろうが撃ち抜けた。だが弾は8発しか装填できない。ある時それだけじゃ足りないってことが分かった。俺は悪党に苦しめられてる家族に出くわしたんだ。それでどうにもこらえられずに切れちまった。俺は悪党を片っ端から始末したが一人だけ残っちまった。そいつにひどい目に遭わされてな。オーダーの仲間が到着した時には半殺しにされてて、天使が迎えに来たのかと思った。ともかくなぜ今この話をしたかというと、俺たちの人数はその時の弾丸より多い。だからこの世界がどんな試練を投げかけようと打ち勝てると信じてる。そんなことあったんだ。今のところそんな傷跡がすごいようにも見えないけど、頭のはそれかな。武器を整理しとこう。ボウガンはそのまま継続して使っていこう。あとはだな、この辺の武器は変えようかな。久々にカラシニコフを復活させよう。これでよし。行くか、ノボシビルスク。ノボシビルスクでやってる。ありがとう、両者。力になりたかったけど、でもアンナの症状はどうもとんでもない部分は。あのボルガでのバスだけど、もう効果はほとんどなくなってた。でも体を知るには十分だ。とにかく薬を見つけないとダメだ。特効薬か何かを。行ってみよう。アンナは諦めていない。彼女は僕を、みんなを信じている。その思いに応えたい。数千キロメートルもの旅路を踏破し、僕らはついにノボシビルスクに近づきつつあった。この亡霊の町には希望が秘められている。彼女を救えるかもしれない薬が冷たく放射能に侵された都市のどこかに眠っている。1年前、僕らはモスクワの汚染された廃墟を後にした。そして今、放射能と極寒に凍りつく別の都市へ足を踏み入れようとしている。僕らはいつか生命を許す地上の楽園を見つけるかもしれない。いつかは。だが今は再びメトロの深部へと戻ることになる。アンナを救うために。ノボシビルスク2035年12月22日。そっか、もう1年経ったが、もう一回冬を迎えるんだから。おお。なんともはやついてしまったぞ、ノボシビルスク。もうこれ以上強靭に遭うのは不問だ。橋は傷んでないし、汚染度が異常なほど高いですね。頭のおかしい連中も今度はいないでしょう。いてほしくないな。家も壊れてなさそうだ。サム、汚染度はどうだ。現在モスクワの8倍、8倍上昇中です。長時間の活動は危険でしょう。カウンターが真っ赤だ。準備はいいか、アルチョム。バッチリよ。ついてこい。汚染なんてなんぼのもんじゃ。当初の予想以上に複雑だ。だが時間はない。端的にことを済ませよう。作戦を確認する。イエルマーク。オーロラは南に向かい、シミルスカヤ貨物駅へ向かいます。地図に印があるはずです。ステファン、クレスト、サム、イディオット、そして俺はアカデムゴロドクの機関の建物を当たります。途中、鉄道博物館に立ち寄ります。オーロラの役に立つかもしれない。トカレフと共にオーロラに残り、警備に当たります。よし、アルチョムと私は機関の主要ビルを当たる。汚染レベルが極めて高いため、メトロを通ることになる。作戦にかかれ。スパルタンに幸運を。そうだ、アルチョムと私が帰ってくるので看病しててくれないか。頼むよ。いいわ、テディと見ててあげる。助けてくれるでしょ、テディ。テディ一等兵、任務を了解しま今は寝ています。行かれるんですか？そうだ。間に合うといいが。アンナは強い。きっと待ってます。ええ、必ず。無事に帰ってくださいね。ありがとう、カティア。来て、アルチョム。発作は収まったわ。ベストは尽くした。だから心配しないで。脈拍は安定してる。ただ疲れてるだけ。明日まで起きないわ。おし、行ってこよう。早く帰ってきて。あなたの顔が何よりの薬よ。大佐、こちらを。ありりがとう。アルチョム、ここはモスクワとは違う。屋外の活動すら命取りになる。どんな化け物がいるかもわからん。用意はしっかりな。車で待っているぞ。そうだ、ちゃんと用意しよう。フィルターもうちょっと作っといた方がいいなあと思ったら、たくさんある。これ以上作れない。ちゃんと見てこう。もう人がいないことを見越して威力マシマシ武器に切り替えてってもいいな。ならガドリングだな。ショットガンはショットガンでいいわ。高高度フラッシュライト、モーションスキャナー、よし、これはこれでよし。モスクワとは似た場所だけど5センチが8倍ってのはなかなかだな。いいだろう、アルジョム。これがアンナを救う最後のチャンスだ。無駄にできん。準備しろ、アルジョム。一つだけ約束しろ。すぐに戻ってこい。アンナを直してみんなが笑顔になれる場所を探すんだ。おう、監視を頼むぞ。運転に集中する。邪魔が入らんはずがない。あの子の未来をつなぐぞ。人は少なくともいないでしょう。客車がこんなに避難に失敗したのか。駅の裏に回って広場に出るぞ。メトロの入り口があったんだ。メトロなら人がいてもおかしくないな。さて、ここなら歩きの方が良さそうだが、汚染は最小限に抑えたいところだ。まあやってみるとするか。あ、暗い。さて、ここから先はどうしたものか。こんなとこに来るべきじゃなかったと思うか。まあ、わからんでもないが、その気持ちを今は忘れるんだ。我々ならやれる。ここから抜けられるはずだ。使わねえ。よお。出れるかこれ。おお、車だらけだな。軍が道路を封鎖したのか。ちょうど避難中だったようだ。メトロに入れんのは雪が多すぎる。ハンドルを頼む、アルジョム。地図を見たい。指示は俺が行おう。道に迷ってる暇はない。了解。うちは近そう。よし、それじゃあ今回ここまでにしよう。ノボシビルスク。ちょっと言いにくいな。ここ、はい。迷惑はっていうか、まあみんな急いでる。ここでなんとか薬を見つけて、まあ、メトロに戻っちゃうことにはなるけど、それが一番いいから、そういうことで、早いところ特効薬を見つけよう。じゃあ今回こんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。